日本静岡県沼津市、おかみやおかみやとは、静岡県沼津市の大技。静岡県沼津市北東部に位置し、南北に細長い領域を持つ。沼津市の中心から、おかみやの中心まで約3.5キロメートルほどである。おおむね沼津インターチェンジから国道1号までにわたる。近年、人口が増加している、お岡地区にあり、おかみや自体も人口が増加している。 金岡地区で一番人口が多い大技である。北から、足高、東熊道、岡一式、西熊道、松沢町、北園町、宮前町、花園町、筒井町、神田町、京栄町、大岡と隣接する。北側の東名高速道路、沼津インターチェンジ周辺は一見、都会のような雰囲気を見せる。少し南下すると、 静岡県立沼津東高等学校がある。東の地区にある静岡県道83号沼津インター線は食料関係の店が多い。沼津インターチェンジ南交差点はその終点。東、南に行くと国道246号がある。岡井四との境界近くに三永長寺がある。先ほどの交差点を西に行くと学園通りまでつながる道路に出る。 この道路は通行量が多い。その途中で静岡県道405号足高三枚橋線、静岡県道22号三島富士線とつながる交差点がある。南に行くと国道1号に出る。旧寸東郡、岡宮村、金岡村当時から使われている小技である。正しくは沼津一岡宮であるが、岡宮と書いて岡宮と読むのはおかしいので、 岡宮に、のをつけて、岡宮とする場合もある。2018年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。2004年から2013年までの沼津市の統計を、元に以下の表に人口を記す。新幹線を利用する場合は、大岡駅沼津駅三島駅となる。最寄り駅は大岡駅。徒歩で40分ほど。天神川を西天神川をみ。 伊豆箱根鉄道、富士急シティバスの2路線が停車する。地名表記のある交差点は太字で表記した。その他、地元民の通称などは普通の字で表記した。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。